ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。千葉の香りもかぐわしいドリブル、誰に合わせるのか。さあこのまま攻め上がれるか。危険なタックル、ヘッドでつなぐ、スローインです。笛を吹いた。さあどちらがボールを支配するのか。しなやかなボールタッチ。走り込んできた。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。
キラーパスになるのか。シュ、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。試合の均衡を破る1点が入りました。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。後半5分経過しました。ヘッド、預けて、おっと、足がかかった。壁の選手が揉めているんでしょうか。スローイン、セット。ドリブルで上がる、中に絞ってきた、セービング、後半25分経過。選手交代が行われるのでしょうか。ワン、ツー、いいパスが出た。シュート、ここで選手交代です。壁パス、センタリング、これはゴールキック。いいボールが出た。オフサイドはない。打って、これはゴールキック。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。虎の子1点を守り抜きました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。